パッセンジャーお届けしたいと思います。はい、はい、パッセンジャー、日本語に訳すとどういう意味なんですか。パッセンジャー、旅をする人、はい、いいですね、旅したいですよね。したいですね、はい、チャタンに行きたいですね。チャタン、唐突に来ました。チャタンって皆さんどこにあるかご存知でしょうか。チャタン、沖縄にあるんですね、チャタンっていうのね。漢字で茶、お茶の茶に谷と書きます。で、チャタン、ね、素敵な街なの。なんかアメリカンですもんね、そこだけね。街がちょっとアメリカっぽいですよね。そうですね、うん、チャタンに行きたい。どこ行きたいですか。僕はですね、仙台。ありがとうございます。仙台ね、ひとみちゃんのふるさとでございますけども、はい、はい、この歌を宣伝するために僕は言いました。はい、常禅寺通りで抱きしめて、仙台で一番のメインストリートでございますけども、はい、常禅寺通りどんなところなんでしょうか。はい、仙台の駅から好きな通りなんですが、うん、こちらはですね、うん、フリーの光のプレゼントという、ね、はい、すごい数の、うん、はい、LED で輝き、仙台の LED じゃないですかね。LED で輝き、はい、うん、仙台が黄金に輝く、うん、12月、うん、はい、31日まで森の都で、ね、はい、光の都に様変わりする12月なんですけどね、はい、ね、常禅寺通りに抱きしめて、うん、ぜひ聴いてほしいです。9月ぐらいになるとジャズフェスティバルとかもあるんですけど、今年はね、ちょっと中止になってしまいますけど ね、そうですね、ですが、本当にいい街なので、うん、ぜひ仙台にお越しください、うん、仙台行ったら何食べてるんですか。ずんだですね。ずんだって何ですか。はい、枝豆をミキサーで細かくして、うんうん、塩少々、砂糖で味付けをする、はい、なんかこう、ずんだあんっていうんですかね、うん、枝豆のあんみたいな。ずんだシェイク美味しいです。ずんだシェイクを食べて、常禅寺通りをね、散歩していただいて、はい、で、僕のおすすめはね、ちくわパン。皆さんご存知ないでしょうかね。ちくわパンってパンのコペパンの中にちくわが挟まってて、ちくわって穴が開いてるじゃないですか。あん中にツナが入ってるんですよね。すごく好きで、はい、大好きですね、はい、あの仙台の名物にしてくださってありがとうございます。仙台名物って仙台で売ってましたけど仙台の人あんま食べないですからね。いや、あの、はい、隠してくださってないラセムさんです。本当ですか、はい、僕表彰されるかな。表彰されます。ありがとうございます。お待ちしております。はい、はい、ぜひね、常禅寺通りで抱きしめて、はい、1万円収入1000円プラス税で、はい、本屋さんにご注文いただけます。通販サイトとかもね、買えますので、はい、よろしければご購入ください。はい、さあ、ここでね、ひとみちゃんの歌を聴いていただきたいと思うんですけど、今日は何を歌っていただけますか。演歌です。演歌、はい、はい、いちご街道思い出つぶつぶです。拳とかゴロゴロ回っちゃいますか。はい、はい、では皆さん聞いてください。歩いた道から
あなたを困らせたあの夜に夢を叶えて戻ってきてと今なら素直にイチゴ街道はなんか胸に染みるというかね。そうですね、淡い初恋みたいな、うん、なんかこう甘くて、はい、ね、酸っぱくて切ない、うん、まるでイチゴのような、ね、うん、歌ですね。いろんな歌をひとみちゃん歌うじゃないですか、はい、メタルとか演歌とか、うんうん、それぞれなんか、曲調によってこう気持ちの入れ方とか変えたりするんですか。やっぱり、うん、そうですね、メタルだったら、うん、こう踊りを激しくとか、踊りを激しく、はい、あとはそうですね、うん、演歌だったら、うん、やっぱその歌詞になりきり、うん、あ、中の登場人物にもなりきっちゃう。そうですね、はい、イチゴ街道の時は結構ね、うん、泣きながら歌っちゃう時がありますね。感情移入してるんですね。そうですね、すごくなんかな、はい、うん、だから聴く人の心を揺さぶるんですね、うん、あ、なんていいこと、はい、なんていい人、歌っていいですよね。歌もいいですけど、読書もいいですよね。読書もとってもいいです、はい、今日皆様にプレゼントする本はこちらでございます、はい、株式会社ナウンドから発売中でございます、はい、英語はリーディングだです、はいはい、リーディングってどういう意味ですか。リーディング、はいはい、リーディングっていうのは聞く。惜しい、それはリスニングですね読むです、ごめんなさい、はい、読みましょう、読みましょうということですね。読む力を身につけると英語の総合的な力が身につく聞いたり、ね、話したり、書いたり、そういうことなんです、はい、そういうことなんです、はい、で読む、ね、コツがね、はい、いろいろ書かれております。もう色がついてます。ひとみちゃんの好きないちご色、あ、ピンクですね。ピンクでございます、はいはい、こちらが1600円プラス税で本屋さんで発売されております、はいはい、こちらを今日は絵の中ひとみファンのために特別にね、はい、プレゼントいたします。50名の方にプレゼントいたします。宛先はこちらでございます、はいはい、東京都新宿区山吹町361、うん、はい、株式会社ナウンドまでご応募ください、うん、はい、よろしくお願いします。完成はがきでお願いします。あ、そうです、完成はがきなんですよ ね封書はダメ、はい、封書でもいいです。封書でもいい、はい、メールはダメということもね。そうですね、お願いします。よろしくお願いいたします、はい、はい。
じゃあ毎回毎回ね、締めは面白い話をしなきゃいけないんですけど。そうなんですね。ひろちゃん高校時代からね、ひょうきん者ということでクラスの人気者だったそうですけど、面白いこと言って皆さんをね笑わせたりして、受けなかった時ってどうするんですか？うん、受けなかったことはないです。ない。失敗しない女なんですね。結構笑ってくれますね。みんな笑ってくれるんですね。かわいそうだと思って、はい、まあ、宮城ね、海沿いで、はい、ひとみちゃんお魚は大好きなんですね。食べる。お魚、サバが好きです。サバが好きなんです。サバのなんか美味しい調理方法あったら教えてください、はい、サバの簡単な方法なんですが、うん、はい、サバの味噌煮の、うん、あの缶詰あるでしょ、はいはい、それに納豆を加えます、はい、そして、うん、ご飯にのっけて食べるだけで、うん、栄養満点、とても美味しい。サバ納豆。サバ納豆。夏バテ解消にいいのでね、お試しください。これにね、ちょっとあの、うん、刻み海苔などをパーッと散らかして、うんうん、丼にして食べると美味しいです。なんか腸内環境とかも良くなりそうですよね。はい、発酵食品ですからね。そうですね。はい。はい、じゃあ今日はお魚ネタでね、ちょっと漫談、小話やっていきましょうかね。大丈夫？お魚。お魚ネタでございます。ひとりちゃんいきますよ。夏が好きな魚って何？サンマ。この魚いくら？英語で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 、ね、英語でね。はい。How much？ はい。この魚黒いな。マグロ。だんだんね、スタッフの拍手も、ちょっと何とも言えずね、控えめになってまいりましたけどね、来週までにもうちょっと練習しましょうかね。じゃあ柔らかいお魚はふにゃ。はい。いかがでしたでしょうか。はい、はい、今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。それでは次回のパッセンジャーまで。 See you。